こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、久々に外でのですね、撮影をしてみたいと思うんですが、皆さん見てください。ここナノユニバース新宿店さんに今回はお邪魔をしています。はい、僕もですね、この店舗はもうずいぶん昔からプライベートで来ていまして、今回ですね、9月2日からリニューアルオープンということで、店舗の雰囲気もね、ガラリと変わったんですね。そこで今回はですね、大人の秋服ベスト5ということで、まあナノユニバース編ということで、皆さんに動画をお届けしてみたいなと思っております。はい、まあ店舗での撮影ってね、僕もすごくテンションが上がってワクワクするんですけども、まあ大人の男性にも似合うものナノユニバースさんたくさんありますので、今回はですね、いろいろと店内を見ながら皆さんにですね、一緒にお買い物をしているような気分で楽しんでいただきたいなというふうに思っています。ちなみに今回の動画なんですが、 PR ではありませんので、僕の本当に欲しいなと思うもの、皆さんにお勧めできるものをですね、本音でお伝えができればなというふうに思っています。はい、じゃあ早速ちょっと店内見てみましょうか。ぜひこちら見てください。ねえ、僕もこの店舗は行き慣れてるので、だいぶ雰囲気変わったなと思いますね。なんかまだこうね、新築の香りがするので、そこら辺も新鮮な感じがして、ちょっとね、ウッディな雰囲気で、だいぶ従来の感じと変わりましたね。すごくね、上品な空間で、ここは買い物してて楽しいなと思いますね。はい、なんかナノユニバースさんもね、僕もなんか、一番最初の出会いって大学生ぐらいの頃だったので、今から何年前ですか？もう20年以上前になるんですけども、だいぶね、イメージ変わりましたよね。今年の春ぐらいからまたリブランディングをされて、また大きくイメージが変わったんですが、そこら辺も含めてね、皆さんにお伝えができればなと思ってるんですけども、まずはこのあたりね、まあ、ナノさんといえばなんかこう、ジャケットとか綺麗めのセットアップのイメージがありますが、このあたりもね、すごく雰囲気いいですよね。まあちょっとね、こういったベーシックなネイビーのセットアップに、内側バンドカラーのストライプシャツとか、雰囲気いいですよね。まあね、このあたりのね、シャツは僕も大好物なので、皆さんも見たことがあるテイストかなと思うんですが、まあ素材、トーマス・メイソンっていうね、こちらの上品なファブリックを使っているシャツなんですけども、これは1枚で着てもね、すごく着映えしますよね。まあ、いわゆるこう、ビジネスシャツなんかで、使うことが多いような、すごく上品なファブリックをカジュアルに落とし込んでいて、すごくね、このあたりも1枚でもいいし、上にね、このようなジャケット着てもらってもいいし、あともうちょっと季節が進めば、まあ、コートを上に羽織ったりしたりすることができるので、着れるシーズンも結構長いんですよね。おそらく秋、冬、春もいけるので、まあ、夏も腕まくりすれば1枚でいけるので、結構通年でいけるので、僕はシャツ大好きなんですが、このあたりとかはおすすめですね。まあ、中でも僕は使いやすいなと思ってるのが、これ。まあ、レギュラーカラーのこういったブルー系のシャツというのは、まあ、ちょっと最近は旬で使い勝手がいいなと思いますね。もう清涼感あって、もう着るだけで爽やかに見えるので、これはね、ぜひ皆さん、一つ目のアイテムとしてチェックしていただきたいなと思いますね。ちょっとこれ着てみましょうか。僕もね、大好きで、トーマス・メイソンの生地使ったシャツは何枚持ってるかな？結構ね、持ってるんですよ。その中でもこのブルー系は特に着やすいので、ちょっとね、その感じを皆さんにお伝えできればなと思うので、着てみたいと思います。はい。ねえ、ちょっとね、いろいろあるのでね、シャツ全部着たいんですが、そうするとね、いくらあっても時間が足りないので、まずブルー系のシャツから着てみましょうか。はい。ちょっとこっちの鏡で合わせますね。爽やかですね。めちゃくちゃいいですよ、これ。まあ、サイズ感はですね、ちょっとゆったりめなのかな。これが、表記がですね、M になりますので、僕は身長164センチ、53キロと小柄なので、まあ、S が適正なんですが、まあ、これ、M でも全然問題ないですね。ちょっと身幅もゆったりしていて、ね、ちょっとボックス型のシルエットになってるのかな。あ、これはいいんじゃないですか？もう秋の着こなしは、これでも完成ですね。めちゃくちゃいいですね。なんかこういったシャツって、ちょっとこう着てるうちにシワが入ったりしながら、こなえた感じを出せるのもいいかなと思って、まあ、第一ボタン、第二ボタン開けて、下にね、白 T 着ながらですね、着崩してあげる。まあ、腕もまくったりしながら着てもらってもいいかなと思いますね。これはいいんじゃないですか？めちゃくちゃ使いやすそうですね。じゃあちょっとこれを着ながらいろいろと見ていきたいなと思うんですが、その他にもね、ちょっと気になるものいろいろありますね。なんか最近ね、ちょっとリブランディングして、
いろいろレーベルがあってですね、僕の中でもですね、まだ理解がね、完璧ではないんですが、これ LP01 っていうんですか？このあたりは。はい。このあたりのレーベルもね、なんかちょっと明らかに雰囲気が違いますよね。LB01 ってどんな感じの雰囲気なんですか？プレスの最上級ラインに続けられてるレベルになりますね。はい。なるほど。なんかね、もう明らかにこう、雰囲気が上品というか、まあ、高級感が漂っていて、スタッツっていうのがあるこの感じとかもね、すごいですよね。迫力があって素敵だなと思いますし、あとはね、ちょっとこのあたりのニットジャケットっていうんですか、すごくいいですよね。ミラノリブのね、この上品な質感と、これボタンレスでサクッとね、カーディガン感覚で羽織れるような、こういったジャケットなんかもめちゃくちゃいいですよね。まあ、せっかくなんで、これも着てみましょうか。これ色はオリーブですかね。これはいいっすね。なんだろうな、明らかに雰囲気がいいので、ちょっと着させていただきたいなと思いますね。いいなぁ。なんか、ジャケットって、すごくね、使いやすいんですけども、そこまで肩肘張らずに、さらりと、なんか綺麗めなものを羽織りたいなって時には、こういったニットっぽい、ニットの素材のジャケットなんかは使いやすいっすよね。いいですね。すごいいいですね、これ。まあ、肌触りもすごくいいし、ちゃんとね、ニットなんですけど、襟がついてるので、ジャケット見えもするというところで、これはね、大人の男性の、ちょっとなんか休日に、レストランに行くとか、そういった場面なんかでもすごく活躍しそうですね。これいいですね。結構気に入りましたね、これ。はい。色は2色なんですが、個人的にはこのオリーブの品のある色合いが、すごくいい雰囲気かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい。01なかなか気合入ってますね。なんかね、こうセレクトショップのオリジナルの中でも、ここまでなんかね、こう作りが、こだわりがあって、なんか見ていてね、こうワクワクするものって珍しいなと思うので、なかなかいいですね。はい。このあたりいろいろとありますが、続いて気になるのが、これですね。まあもうナノさんと言ったらジャケットのイメージありますけども、なんかジャケットの中でも少しスポーティな感じのジャケットで、これはなかなか良さそうな気がします。まあ僕の中ではジャケットはネイビーとかブラックがまあ定番的なんですが、このね、色味がすごくいいですね。モカ、表記はモカになりますが、まあベージュよりもちょっとコクが深いような秋色で、これ1枚着れば結構ね、人との違いも出せるし、おしゃれに見えるんじゃないかなと思うので、ちょっと着てみますね。おー、いいですね。ちょっと前がスナップのボタンになっていて、このあたりもカジュアルな雰囲気が漂うのと、まあボタンも一つですよね。で、最後のポケットで、このあたりもね、なんか通常のジャケットよりは、こなれ感があってすごくいいし、このね、肩周りもラグランになっているので、このあたりもなんか肩肘張らずにサクッと着れるんですよね。しかも結構伸びますよね、これね。そうなんです。すごいですね。ガンガン伸びるので、なんだろう、ジャケットというよりはなんか、ちょっとした、アウター感覚で気軽に羽織れるのがすごくいいですね。もう今時期、T シャツの上に羽織れば完成っていう感じで。色もすごくいいですね。はい。これ一応セットアップで、ボトムスも展開あるので、こういった形でなんかビジネスカジュアルでいけちゃうところもあるんじゃないですかね。はい。なんか会社でカジュアルな感じでも OK だったら、ビジカジから綺麗めな私服として使えるっていう感じで、単品でもね、ジャケットボトムそれぞれ使えるので、これなかなかいいんじゃないですか。うん。まあ、なんか白 T とかでもいいし、あとは、ここら辺のね、襟元すっきりしたバンドカラーのシャツなんかを内側に合わせてもらっても、すごくね、バランスいいと思いますね。結構こういったモカとブルー系の相性がいいので、このような形で少しこうね、綺麗な感じなんだけども、ビジネスライクになりすぎないようなコーディネートなんかもいいと思うので、結構使えると思いますよ。ネイビーブラック系持ってる方も、ぜひこのね、モカ、すごくいい仕上がりなので、チェックをしていただきたいなと思っています。はい。いいですね。あとはですね、こっちの方も見てみましょうか。まあ、いろいろありますね。ほんとなんか豊富な品揃えという感じなんですが、あと T シャツとかもね、すごくなんか、ナノさんの中でのイメージが強いんですけども、このあたりね、ベーシックな白 T なんですけども、ちょっとこうね、リブが太めになっていたりだとか、あとはね、質感ですね。なんかこう T シャツなんだけども、ジャケットと内側に入れて使えるような雰囲気なので、まあ明らかに上品ですね。カジュアル見えするというよりは、なんかこう、ビジネスの機会でも着れるような、そんな仕上がりになっているので、
この T シャツもね、なかなかいいですよね。なんかね、1枚で着てそのまま様にもなるし、これはね、なかなかいい雰囲気ですね。後ほどちょっとこれも着てみたいなと思うんですが、これと、あと気になるのは、ボトムスですかね。このあたりのボトムスもめっちゃいいっすよね。はい。ちょっと気になったのがこれ。TW ミリタリーイージースラックスってことでね、なかなかこれもいいですよね。まあ、前から見ると、まあ、スラックスの雰囲気が、まあ、しっかりと伝わるかなと思うんですが、まあ、イージー仕様になっていて、後ろはゴムになっているので、まあ、着心地もいいし、結構ね、この深めのね、タックが入ってるのが個人的には大好物な雰囲気で、すごくこれは使いやすそうですね。いいなぁ。まあ、表面の質感もなんかやっぱりね、上品な光沢感があって、見栄えとしてはすごく綺麗なんだけども、履き心地はすごくいいっていうですね、両取りできるようなアイテムなので、これと、まあ、さっきのね、このジャケットと合わせてもいいと思うし、あと T シャツ中に合わせてもね、いいかなと思うので、ちょっとこのあたりもね、後で着てみたいと思います。いいっすね。色は、ブラックとネイビーと、あとグレーもありますね。はい。3色の展開ということで、いいですね。なんかやっぱ大人世代が似合うようなもの結構たくさんありますね。すごくそのあたりも安心感あって、あとね、このあたりのアンチソーキットのシリーズですね。これって夏とかめっちゃ売れて在庫ないっすよね。結構なんか、僕もウェブでチェックして、なんか皆さんにご紹介しようかなと思うこともあるんですけど、在庫ないからやめとこうみたいなことがね、何回かあったので、すごく人気のモデルなんですが、汗染み防止の機能がついているので、まあそういった点ね、T シャツ1枚だと結構汗の染み気になって着るのは嫌だなって方でも、まあ安心して着れるのはこのシリーズで、まあかなり人気、定評があるので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいですね。ちゃんとトレンド感を取り入れながらも、なんか機能性がしっかりとね、カバーされてるのはナノさんの良さだと思うので、そのあたりも含めて、まあ半袖もあるし、まあ長袖のね、これからの季節に合うようなもの。まあ結構こういったモカのジャケットの内側、ブラックの T シャツなんかも合うので、このような感じで合わせるのもいいかなと思うので、まあぜひこのあたりもチェックしていただきたいですね。はい。ね、何点紹介したかもうわかんなくなってきましたけどね。はい。そのあたりはあんまり気にせずに行くのが僕のスタイルなので、どんどん行きましょうか。はい。あとはですね、あ、これもね、かっこいいなと思ったんですよ。デニムのブルゾン。これね、いいですよね。ちょっとね、今年はジージャンとかこういったデニム系のアウターがね、結構トレンドで、いろんなショップで見かけますが、この形は結構珍しいというか、なんかモチーフになったらどういったデザインなんですかね。80デニムというシリーズのデニムシリーズになるんですけど、うん、はいはい、80年代であったり90年代初頭のデニムからインスパイアを受けたシリーズになっているので、はい、加工感であったりとかサイズ感っていうのがやっぱ当時のものをリスペクトした作りになります。なるほどですね。これね、なかなか良くて、ちょっとこの色落ちた感じのものもいいし、個人的に気になってるのはこっちのね、グレーのちょっと色落ち感のあるもの。これかっこいいなと思ったので、ちょっと着てみましょうか。はい。いいですよね。なんかデニム系のアウターってちょっと今はすごく着たいなっていう風になってるので、まあ、G ジャンをね、僕も最近買ったので、ちょっとずらしたい。普通の G ジャンから変えて、少しね、なんか趣向を凝らしたものを着たいなと思ってるので、これはいいっすよね。どうでしょうか。ちょっと着てみますね。僕もまだ想像がつかないんですが、シルエット的にはちょっとゆったりめの、あ、いいですね、皆さん。どうですか、これ。めちゃくちゃ良くないですか？丈の短いアウターなんですけども、サイジングがちょっと肩が落ちていて、大きめの感じになっているのと、あとフロントにね、この大きめのポケット、これがね、デザインのアクセントになっていて、すごくなんか、ね、着ていてこうテンションが上がるなって感じしますね。あと最後ね、こうポケットがここあるかないかめちゃくちゃ重要で、ないとね、なんか僕落ち着かないですよね、着ていて。ここは気軽に突っ込めるのがいいなと思うし、まああと色落ちの感じですね。こういった裾の部分だとか、ね、こういったなんかね、当たりが出てる感じとかもすごく加工良くて、なかなか仕上がりいいですよね。ブラックのパンツで合わせてもいいと思うので、このあたりはいいですね。価格はこれで、17,000円のプラス税ってことで、結構なんか、これぐらいの価格で買えるような印象がないので、結構これは仕上がりいいのかなと思いますね。かっこいい。うん。これは個人的にも欲しいなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。そうですね。このあたりのアイテムちょっと意外性が
ありましたね。なんか従来のナノさんらしいというよりは、ちょっとなんか、あ、ちょっとテイスト変わったかなっていう感じはしますが、はい、続いても行ってみましょうか。こっちの方もなんかいろいろありますね。なるほど。ちょっとクロート向けのアイテムがあったりだとか、先ほどもちょっとお話ししましたが、デニムジャケットもありますね。今、旬なデニムジャケットもしっかりと用意をしていて、これは02というシリーズなんですね。このあたりもかっこいいっすね。デニムシャツとデニムジャケット。このあたりも使い勝手がいいかなと思うし、なんかやっぱりこだわりがすごく詰まってる感じありますよね。このあたりはなんか特徴ありますか？これが LB02 のビブリオグラフィーというレベルで、古着であったり、ニタリー、ワークっていうところを背景にものづくりをしているブランドで、カジュアルの最上級レベルです。なるほど。明らかにね、質感がいいのが伝わるかなと思いますが、このあたりね、なんか大人のカジュアルとしてちょっと質にもこだわりながら楽しむのすごくいいかなと思うので、ぜひね、皆さんチェックしていただきたいなと思います。ちょっとワイドっぽいデニムもすごいいいですよね。このあたりもね、ドーンとこうね、サイズ感上げてきるのもかっこいいなと思うので、結構なんか使いやすいベーシックプラストレンド感っていうところから、クロート目線でも楽しめるようなコアなものまで、一通りね、なんか揃ってるので、テンポすごく見やすいし、ワクワクする感じがするかなと思います。じゃあここの、このあたりでちょっとボトムスと T シャツを着てみたいなと思うので、試着室へ行きたいと思います。はい。実際に着てみました。どうでしょうか？僕もちょっと鏡みたいなのこっちに移動しますね。はい。いいですね。まずボトムスから見ていきたいなと思うんですが、まあ、ドレープ感があってね、すごくこれ雰囲気いいですね。なんか実際に持った状態より履いてみるとそこまで太い感じがなくて適度なリラックス感で、まあ、タックもねしっかりと履いてるので腰周りのゆとりがありつつも、ちょっとテーパードも効いてる感じですかね。膝下からちょっと細くなる感じなので、こうワイドすぎない感じで、これなかなか素敵ですね。で、色もミディアムグレーぐらいで、結構これぐらいの色って、上半身ブラックにした時に結構使い勝手がいいので、僕もね、グレー系のパンツ大好きなんですが、これは使い勝手いいですね。生地もなんかそんな厚くないので、うん、これだと結構使えるシーズンは長いんじゃないかなと思いますね。カジュアル使いから、まあ、今回ちょっとこう、ビジカジっぽい感じ、リラックス感のあるビジカジっぽい感じで組んでみましたが、そういった着こなしも使えるので、これは使い勝手いいんじゃないですかね。はい。そして、上は T シャツ着てみました。どうでしょうか？こういったね、ニットジャケット、先ほどご紹介したニットジャケットのブラックバージョンなんですが、リラックス感のあるジャケットの内側に入れてもいいかなと思いますし、割とカチッとしたジャケットにも合うので、一枚あるといろんな着方ができるのかなと思います。ちょっと脱いでみますね。脱いでもね、ちゃんと雰囲気がいいんですよね。どうでしょうか？このリブのね、太さがまた一つアクセントになっていて、生地の上質な感じ、ちょっとね、腕を隠し上げながら一枚で着てあげてもバランスいいかなと思うので、いいですよね。この形もなんか一つコーディネートして完成するので、大人なね、着こなしの中の一つのね、パーツとして皆さんに使っていただけるといいかなと思いますね。で、結構ね、この靴も結構びっくりしたんですが、これ別注なんですかね？そうなんです。はい。ベッドザコーチャーの別注のジャーマントレーナーになります。はいはいはい。ソールがね、ちょっとこうね、なんかこうビジネスっぽい感じのこうね、革靴って感じがするソールですよね。これはなんかちょっとこう、今までにないアプローチでかっこいいなと思いましたね。まあ、こういった感じで足元をですね、ジャーマンとちょっとビジネスシューズの中間ぐらいで合わせてもらってもいいかなと思うので、様々な着こなしが楽しめるかなと思いますね。まあ一方でこうニューバランスのスニーカーなんかとね、合わせてもこういったグレー系のパンツいいので、グラデーションで合わせてもいいかな。で、様々使えるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか？今回の動画では、ナノユニバース新宿店さんにですね、お邪魔させていただきまして、大人の秋服ベスト5ということで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。多分5点以上いっちゃってるかなと思うんですけども、かなりですね、雰囲気がガラリと店内も変わりまして、まあ、新生ナノユニバースさんのですね、また魅力が存分に詰まった場所なので、ぜひ皆さんも、足を運んでみていただきたいなと思っています。僕自身もね、だいぶまた雰囲気変わったのが楽しかったですし、従来のナノさんを好きだった方も満足できつつも、結構ね、おしゃれが大好きなクロートの方まで納得いただけるようなバリエーションがすごく広がってるかなと思います。定番的なね、こういったアンチソーキングみたいな機能的なものから、ビジカジ系もね、ちゃんと
網羅もしてますし、結構ね、質にこだわったね、アイテムなんかも多いので、結構店内で長い時間楽しめるかなと思うので、ぜひ皆さんも足を運んでみていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。